竹尾社長のだから金鋭堂。金鋭堂の竹尾です。前回の動画の続きになるんですが、スタルクアイズの偽物、偽物であったらもうどうしようもないのかというような、お問い合わせなんかもいただきます。その中で、スタルクアイズという製品ではないということはあるんですが、メガネとしては、使えなくはないというような、状態ですので、今回は、金鋭堂で、ではこの、スタルクアイズではない、フレームを、カスタマイズしてみたいと思います。お持ちの方で、どうしてもそのフレームを使いたいなんていう方は、そういったこともできますので、ぜひちょっとこの動画というところをご覧いただければと思います。ですが、あくまで、やはりそのスタルクアイズの製品ではないというところを、踏まえた上でお話をさせていただきますと、こういったまがいものというのは、非常にやっぱりその作りという部分も、正直、私たちから見ても、大丈夫かなっていうようなところもありますし、そして、万が一壊れてしまった場合、もちろん保証もなければ、修理部品というのも、偽物ですので、特にこう取り付けられる部品というのはありません。そういったことを、ご了承いただいた上で、こういったカスタマイズもできると、そういったところをご覧いただければと思います。それでは、こちらの動画の方を、ご覧いただければと思います。先日ご紹介させていただいたスタルクアイズ元木の、偽物の、商品ですが、これをもう手に入れてしまった。でもなんとかもうせっかく買ったものだから、なんとかして使いたい。そんなような、ご相談いただくケースがあります。これが、P0001SH0001 を、いろんな方が使用しているこの0113というレンズの形状に変えたものです。フレームは違うんですが、このスタルクアイズもどきのもので、こんなようなイメージで作れないかというような、ご相談をいただくケースがあります。これは、スタルクアイズではないので、その正確な P0113 という品番の、レンズをつけるというのはちょっとできないですが、これを、模して、この、スタルクアイズもどきの商品に、そのレンズを、こういった形に近い形で、作って取り付けるということができます。これは、金鋭堂の技術で、そのような形で取り付けをすることができますが、先ほどちょっとお話しさせていただいた通り、あくまで、この商品というのは、スタルクアイズの商品ではないので、その保証もなければ、万が一壊れてしまった場合、そういった場合は、修理対応、そういったものが難しいと思ってください。その上で、その0113の、シェイプに近い形で作りたいということであれば、そのような形でセッティングをさせていただくことは可能です。実際に削ったものがこちらです。これをこれから取り付けをしてみますので、実際にじゃあこの状態からこの0113に近い形のものを取り付けた場合にどのような違いになるのか、それをちょっと動画の方でご覧いただければと思います。このような形でカスタマイズをするということは可能ですので、もしご希望される方がいらっしゃいましたら、ご連絡をいただければと思います。皆様に改めてお伝えしたいのが、所詮やっぱり偽物というのは偽物でしかないです。なので、もちろん
値段だけっていうところでいけば、まあ、偽物なので本物の値段ではないですが、やはり本物の値段というのは、その価格に見合ったものではないかなというように思いますし、そしてやはり長く愛されるものだというように思っています。本当に、皆様に愛される商品というのをこれからも金栄堂では展開そして、作ってまいりたいと思いますし、ご用命がありましたら、いつでも、金栄堂の方に、ご連絡そしてご相談をいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。金栄堂では様々な新しい情報や皆様のお役に立つ情報を発信しております。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。だから金栄堂。